アドルフ・アイヒマンを裁くイスラエルの法廷で証言するイツハク・ツケルマンイツハク・ツケルマンは第二次世界大戦中にレジスタンス活動家だったユダヤ人アンテックの偽名で知られるワルシャワゲット放棄の中心人物の一人ビリニュスにポーランド系ユダヤ人の子として生まれる若き日に社会主義思想とシオニズム思想に近づいた1939年に ポーランドがナチスドイツとソ連に占領された際にはソ連占領地域で暮らしていた。様々なユダヤ人社会主義者の地下組織に参加した。1940年春にワルシャワへ移動した。後に妻となるジビアル・ベトキンと共に社会主義、シオニストグループ、ハボーニームでロールに入り、青年グループのリーダーとなった。ユダヤ人レジスタンスグループを指揮し、 国内軍や人民軍でも指揮官を務めた。1942年12月22日には仲間二人と共にドイツ警察や新衛隊が使うカフェを襲撃している。仲間二人は追跡されて殺害されたが、ツケルマンは逃れている。その後、ワルシャワのそばのアーリア人二重地区で働いて、武器や弾薬を手に入れ、放棄に備えた。 1943年にワルシャワ月頭放棄の際にはユダヤ人戦闘組織の副司令官の地位にあったが、彼は月頭外のレジスタンス組織との交渉役であり、月頭外にいた。ツケルマンらは下水道を経由して、月頭に武器弾薬を運び込んだ。しかし最終的に放棄は鎮圧された。1944年のワルシャワ放棄にも、 血統放棄の際に生き残った322人のユダヤ人を率いて人民軍の席で参加した。戦後はパレスチナのユダヤ人移住を目指すベルハで働いた。ツケルマンは1947年にイスラエルに入った。レジスタンス投資として著名であったツケルマンは、器物、ロハメーハゲタ夫とそこにある同盟の博物館の創設メンバーとなった。 1961年にユダヤ人遺草を指揮した新英大将校アドルフ・アイヒマンがイスラエルの法廷にかけられた際には証人として証言台に立った。1981年彼が設立したロハメハゲト夫で死去した。AB、コメー、シェルボク P、P171 ありがとうございます。